こんにちは。皆様誕生日のお祝いメッセージありがとうございます。はい、今日はですね、誕生日ということもありましてですね、私の信綱神社であります見沼神社の方へ来てます。こちらですね、南さん、スサノオの狼、そして、熊野の狼とかたくさんのね狼さん祀られています。でこちら側には拙者末社がありまして、イザナギの狼、イザナミの狼、それから、神宮皇后ですね、神宮皇后もお祭りをしています。そんなね、とってもとっても素晴らしい、ね、神社でございます。もうね、もう今から40年ぐらい前になりますかね、はい、家出してですね出てきた時にですね、非常にお世話になりました。僕は神戸で生まれて1歳の時にね、兵庫県の小野市っていうところへ引っ越しをしまして、親がですね、でまあ地元の高校行ってたんですけども、学校クビになっちゃいましてですね、親と大喧嘩して、で家出して友達と一緒に姫路で遊んでる時に、たまたまナンパした女の子と意気投合して、みんなでじゃあ神戸行こうぜということで神戸で遊んでるうちに、まあね、はぐれてしまいまして、で僕とその女の子と一緒にだけね、神戸のところでさまよってる、まあそんな時お金もなくなっちゃって、この春日の道っていうところでね、たまたま通りがかった喫茶店、ウェイトレス募集って紙があったんで、今日から住み込みで働かせてって言ってね、働いたんがきっかけで、うん、まあなんとね、その時にすっごくね、いろんな人に可愛がってもらって、助けてもらってね、いろんな人とのご縁をね、しっかりと結んでいただきました。で、僕も全く知らなかったんですけど、このすぐ後ろのね、見えますかね、マンションがあるんですけど、そこのマンションにね、住んでたというね、本当にね、もうこう、おいでおいでっていうふうに導かれたとしかね、思いようのないね、そんなとってもありがたい産砂様にね、今日もお参りをさせていただいてます。で、ちょっと、一緒にね、お参りさせていただけたらいいかなと思いましてですね、こんなちょっと動画撮らせていただいてます。ちょっと神様失礼しますね、まあ、事前にちょっとね、撮らせてねっていう風にね、許可はいただいてますんで大丈夫と思います。はい、じゃあちょっとね、神様の方ご挨拶していきたいと思います。はい、じゃあこんな感じでちょっと撮らせていただきますね。ちょっとだけ角度を変えます。はい、皆様もご一緒にお参りできたらと思います。賢きイザナギの狼、つくしのひむかの立ち花のほどのあらぎ腹に、急ぎ払え玉石時にあれませる払えどの狼たち、もろもろのまがごと罪けがれあらんのは、払え玉へ清め玉へと魔をすことのよしよ、いやおよろずの神たちものともに貴公示めせと、かしこみかしこみもまおす。こうやってですね、神様の方に指先から光を出すような感じでロックオンする感じでね、神様と仲良くするお話をしていくっていうのことをね、させていただきますね、おかげさまでありがとうございます。宇宙の大いなる意志、大調和に基づく天命の地、とってもありがたい。我が産砂の大神様をはじめ、見沼神社のすべての狼様の一礼志向のいやますますのご開運をお祈り申し上げます。私は昭和35年9月4日生まれ、神戸市灘区で生まれました川島慶三でございます。
今は兵庫県芦屋市の方に住んでおりまして、うぐすな神社リサーチというのをさせていただいており、うぐすな様は一生の守り神、うぐすな様と仲良くなって自分自身のルーツ、自分の中の神様を顕現していきましょう。そして神様と自分自身とのエネルギーの共鳴、自分自身の中の神様が願いを叶えてるんですよ。自分自身が変わっていくことで目の前の世界が変わっていきますよ、というようなことをお伝えをさせていただきます、いただいております。これからもしっかりとうぐすな様との仲良くする、神様と仲良くする、そして神様が望むこと、この現実界において代わりにお手伝いをさせていただくというようなことの生き方をできるような人がたくさんたくさん増えればいいなと思い、私もそちらのサポートをさせていただきますので、これからもどうぞお導きよろしくお願いいたします。胸がね、熱くなってきました、本当に。はい、もうね、ジーンとここは解放してきて、なんかね、この神社というか、まあ、神様のエネルギーと本当一つになるっていうね、そんなありがたい感覚、こう胸のね、ハートのところがガーッと開いていくね、そんなね、ありがたい感覚ですね。なんかね、自然となんか涙が出てくるというかね、なんかそんな感覚に今日もならせていただきました。はい、本当にね、お付き合いしていただいてありがとうございます。はい、見ていただいて、あ、クミエルさんも見ていただいてね、あ、ありがとうございます。あ、山下さんもありがとうございます。はい、はい、こんな感じで今日一日ね、過ごさせていただいております。はい、いつもありがとうございます。これからも、はい、しっかりとね、自分自身の天命使命を果たしていきますのでね、はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。